こんにちは、トイラボです。今回はホットウィール2022コレクターエディションのアルファロメオ、ジュリア、スプリント、GTA を開封して見ていきたいと思います。まずはブリスターカードから見ていきましょう。正面から見てみましょう。やっぱりコレクターエディションはかっこいいですね。裏側も見てみましょう。専用のブリスターケースですが、ホットウィールのロゴがエンボス加工されていて特別感を感じますね。それでは開封していきましょう。まずはフロントから見ていきましょう。ライトやフロントグリル周り、しっかり担保印刷が入っていますね。ボンネット部分にはゴールドとイエローのラインが入っています。ボディカラーは濃いブルーで光沢がすごいですね。次は側面を見ていきましょう。ゴールドのホットウィールロゴと全体的にゴールドのラインが入っていてかっこいいですね。反対側も見てみましょう。リアを見ていきましょう。リアライトもしっかり担保印刷で再現されています。アルファロメオの文字も入っていますね。上から見てみましょう。裏面を見ていきましょう。今回はさすがに開封するのを躊躇しました。結果開けてよかったと思っているのでよしとしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。